Brasileirão 2003. フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。フットボールファン待望のエキシビションマッチ、フランス対スペイン。今日の試合は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フランス、今日の対戦相手は実力の伯仲した相手となります。中西さん、今日はかなり激しい戦いになると思いますね。はい、期待しましょう。さあ、選手の入場です。試合前の記念撮影を行っています。画面では予想フォメーションをご覧いただいています。前半戦キックオフ、上がっていく、ここでファールの判定です。逃げ振りました。タッチラインに逃れました。スローインからフォローが少ない。まだクリアしきれていない。スペースを使う、クリア、ハイボールを競り合う、パスをつなぎます。パスか自分で行くか、どうしません。寄せてきます。スペースへ出せるか、カットします。ここでカット、さあかわせるか、スルーパス、うまくカットします。左へ、フランス立ち上がりいかがですか。まずはお互い様子を見てるといった感じですかね。パスか自分か、狙いますよ。上げてきた、ボールを運ぶ、丁寧にパスを通過ですね。スペースはつかせません。ボールをトラップ、ドリブルで上がってエリアの左側、当てる相手が少ない、中に上がってきている選手が少ない、
シュート、なんとか当てた。このボールをクリア。セイン、今一つ攻撃本来の動きが見られませんね。はい、もう少しパスを回せれば状況を打破できると思います。なるほど。ボールはペナルティーアークの手前、フォローが欲しいところ。これはクリアします。このボールを終えました。これを競り合う。さあかわせるか、つないで、ボールをもらって仕掛けるか、中はちょっと少ない、まさに入れてきた。中へは入れさせません。うまくカットした。インターセプト、しのぎます。ここで前半終了のホイッスル。前半戦終わりまして0対0、両チーム無得点のまま前半を折り返しています。それでは中西さんに前半戦を振り返っていただきましょう。ゴールを見ることができなかったんですけどね、非常に興味深い内容でした。はい、前半戦のスタッツをもとに振り返る。